まーこさんは食べたもの時間です。今日は子供の頃通ったようなお好み焼き屋さんがあるとお聞きして、千本中田中里に向かっております。千本中田中里とは京都盆地の中心よりやや北に位置し、北野天満宮の近くでもあります。そんな今回のお店はこちら、東健さん。地図で見てみると、千本中田中里の交差点から北へ100メートルほど、交差点南西角から歩いてみますと、信号を渡ってお店の並ぶ千本通りを北へまっすぐ、一つ目の信号一条通りを越えるとすぐお店が見えてきます。レトロモダンなタイルの外壁に風に揺れるのれん、かなり昔からあるだろうに清潔感があって古さを感じない、店主さんの丁寧なお人柄が感じられます。そして見ていただきたいこちらのサンプルケース、銀のボウルに入った焼かれる前の具材たち、その奥には瓶ビールと三ツ矢サイダーにコカ・コーラ、このシーンだけで1年分のノスタルジックを浴びられた思いです。それでは店内へお邪魔してみましょう。のれんをくぐると外観を超えるノスタルジックが目の前に広がります。歴史を感じる天然木の壁、グラスグリーンの椅子にテーブル、博物館か映画のセットか、入場料をお支払いしたくなるくらい懐かしさがあふれています。創業70年、なるべくそのままに大切に使ってこられたんだそう。銀のソース入れにカツオと青のりのケース、今は空き地になってしまった子どもの頃通ったお好み焼き屋さんを思い出してとても懐かしかったです。東健さんのメニューはとってもシンプル、肉焼き700円、豚焼き700円のほか、柏焼き、ハム焼き、たこ焼き、かき焼きなど珍しいお好み焼きたちが揃い、素焼き540円というのもあります。焼きそばは豚肉だそうで、こちらも700円、少しお高い東焼き900円というのはミックス焼きのことなんだそうです。オーダーをすると鉄板の準備をしてくださり、その後ボウルにてんこ盛りの具材が運ばれてきました。東健さんは今は珍しい自分で焼くスタイル、具材の入った銀のボウルが机に置かれる時のコツンにフラットをかけたみたいな音、子供の頃と同じ音がして今でいうエモい気持ちになりました。肉焼きを注文しましたが、とても上等そうな大きなお肉が全面を覆っています。家でお好み焼きはしますが、お店でのセルフ焼きは十数年ぶりというか記憶にもありません。うまく焼けるでしょうか。こぼさないように混ぜるのは結構難しかったです。しっかり混ぜまして焼いていきます。焼きそばはお店で焼いてくださり、テーブルまで持ってきてくださいます。麺はやや太め、ソースが焼けるいい香りがしています。焼きそばに気を取られているうちにお好み焼きを焼きすぎたかもしれません。急いでひっくり返します。あ、やっぱり焦げました。ちょっと残念ではありますが、気を取り直していただきます。焼きそばはもちっとしていて程よくソースが絡んでいます。大きな豚バラがたっぷり入っていて、時折感じる脂身の甘みが美味しさをより豊かなものにしてくれていました。そろそろお好み焼きがいいんじゃないでしょうか。ひっくり返してみるといい感じ。今度はちょうどいい具合に仕上がりました。早速ソースを塗って仕上げていきます。
お好み焼きの切り方で中心地がわかると聞いたことがあります。関西の人はこんな風に格子状に切りませんか？私の家はそうでした。関東の方はピザみたいに放射線状にカットするんだそうですね。学生の時、関東の友達がピザみたいにカットしだしてびっくりしたことがあります。名古屋あたりの方はどっちの切り方なんでしょうね。どの辺から違うのか気になるところであります。出来上がりはこんな感じ。もう少しふわっと焼ければよかったんですけど、ちょっとぺっちゃんこになってしまいました。それでは早速パクリンチョ。美味しい。とっても懐かしい美味しさです。ぺっちゃんこながらもふわっと軽い生地にお肉の旨味がじわっと染みていて、とても美味しいです。昔ながらのシンプルな生地はとてもさっぱりしているので、キャベツやお肉、食材の存在感がしっかりと感じられます。子供の頃食べていたような素朴な美味しさのお好み焼き、とても癒されます。千本な形より、地元の方は千中と呼ぶこの辺り、以前は西陣で仕事をする方たちの歓楽街として栄えた町で、今もその名残をところどころに残す町並みがとても好きで、イニシアを探しによくうろうろとやってくるんですけど、子供の頃チョコレートパフェを食べた思い出の喫茶店が今もあるのでご紹介させてくださいませ。喫茶マリアさん。千本中田町の交差点を南へ下がってすぐのところ、こちらも昭和27年頃から営業されている喫茶店で、とても味わい深いサンプルケースがございます。チョコレートパフェ580円、レスカ400円、カレー600円やスパゲッティなど軽食もございます。最近は営業時間がだんだん短くなってきましたが、懐かしくてやってくるお客様に常連さん、いつもにぎわっている愛され喫茶店です。モーニングもとても美味しいので、ぜひお出かけになってみてください。マリアさんの向かいにはナポリさんやイコイさんというこちらも激渋イニシエ喫茶店があるのですが、ナポリさんは看板はありますが数年前にお店を閉められています。お隣のイコイさんは最近テレビで紹介されはったので、連日すごい行列ができていました。忙しすぎて一時お休みしはるほどやったんですけど、現在は再開されています。その他、しんめさんという昭和9年創業、全国からその風情を求めてお客様がいらっしゃる居酒屋さんがあったり、北野天満宮の名物長五郎餅も歩いて 7,8 分のところに本店があります。うちの家族が大好きなんですけど、こしあんを羽二重餅でくるんだふわふわなお餅、とても美味しいです。ノスタルジーあふれる北野商店街をぼちぼち歩きながら、気になるものをちょこちょこ覗いては買ってみる、あてもなくお散歩するのにとても楽しい界隈、おすすめの千中周辺でございます。裏面を少し焦がしてしまったことで、優しい生地の中に時々感じるかすかな苦み、甘くて少しほろ苦いマーコ作のお好み焼きは青春の味がいたしました。マイペースにお好み焼きを焼きながらのんびりつつく昼下がり、昭和の風情に紛れ込んだような懐かしく心地いい時間が過ごせます。あずまけんさん、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。子供の頃、母が簡単そうにやっていた小さなボウルで具材を混ぜる技、やってみると思った以上に難しくて、こぼれないようにまんべんなく混ぜるのが大変でした。そんな悪戦苦闘も美味しさへの楽しいアプローチ、一人ではもちろん家族やデートできても盛り上がると思います。撮影させていただきありがとうございました。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイバイ。